オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬雄介です。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをわかりやすくお伝えします。またリスナーの皆さんからのお便り紹介や講師へのインタビューなども随時お届けします。本日のアラカフェットの担当は響先生です。それではどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。アンサンブル講師の響です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回から僕もアラカフェットを担当させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いします。さて3月も終わりに差し掛かっていますね。思えば僕が初めてフランスに行ったのはちょうど6年前2013年の3月でした。羽田空港を深夜に出発し、時差の関係で次の日の早朝にパリに着いたのですが、なんとその日は3月にもかかわらず大雪でした。とても寒かったのを覚えています。雪の中、初日からパリを観光したのですが、特に印象深かったのは、チュイルリ公園、ジャルダンデチュイルリを訪れた時のことです。前日から雪が降っていたので、初めて見るチュイルリ公園は一面の雪景色でした。なので半年後、留学のためにフランスに戻ってきた際にパリを再訪した時は、緑と水がいっぱいのチュイルリ公園を見て、同じ公園とは思えませんでした。残念ながら雪のパリを目にしたのはそれが最後。夏の晴天ももちろん素晴らしいですが、道路いっぱいに積もった白い雪も街のグレーがかった建物をより一層引き立たせ、パリらしい独特の美しさを感じました。ちなみに雪に覆われたという意味のフランス語は enneige enneige と言います。形容詞ですから名詞の後ろに置いたり動詞 être と一緒に使います。 enneige ぜひ覚えておきましょう。さて本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕響がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は今回からスタートする新企画です。アンサンブルの生徒様、通称アンサンブルメイト様の学習法を入門者から上級者までレベルに分けてシリーズでご紹介します。では早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほどのお話の中で雪化粧の取れたチュイルリ公園を同じ公園だとは思えなかったと言いましたが、これをフランス語で言うとどうなるでしょう。なるべくなら短くシンプルに言いたいですよね。そこで便利なのが動詞 reconnaître です。 reconnaître reconnaître と発音します。もうお気づきかと思いますが、connaître と関係のある動詞です。reconnaître。これだけで識別する、同じものだとわかるという意味で使うことができます。なので、この動詞を用いて、私はそれが同じものだとわからなかったという文をフランス語にするとどうなるでしょうか。正解は、Je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu.
je ne l'ai pas reconnu。 他にもこの動詞は日常会話でよく使います。例えば友達が髪を切ってイメチェンした時に、気づかなかったよ、別人かと思った、なんて声をかけたりしますよね。そんな時は reconnaître の現在形を使って je ne te reconnais pas、 je ne te reconnais pas、 je ne te reconnais pas と言います。直訳すると、私は君が同じ人だとわからないという意味です。今回ご紹介した動詞 reconnaître はとても便利ですから、使いこなすことができれば皆さんも見違えるほどフランス語が上達するかもしれませんね。ぜひ会話に取り入れてみてください。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。アビアント。響先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大手のオンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部は今回からスタートする新企画です。アンサンブルの生徒様、通称アンサンブルメイト様のフランス語学習法を、入門者から上級者までのレベルに分けてシリーズでご紹介します。と言いますのも、3月25日よりアンサンブルメイト様の最新のおすすめ学習法をご投稿いただく、アンサンブル 100% 活用選手権が開催されているからです。フランス語学習者の方なら誰でも、他の方の効果的な学習方法や、これはあまり役に立たなかったという学習法が何か気になりますよね。多くのアンサンブルメイト様よりイベントの定期的な開催をご要望をいただき、この度アンサンブル 100% 活用選手権を再び行うことになりました。おかげさまで3月25日の応募開始直後からたくさんのご投稿をいただいています。さて、そこで本日は一番目にご投稿くださったアミカルさんの学習法をご紹介します。アミカルさんはフランス語学習歴8年、フランス人の方とご結婚されたことをきっかけにフランス語学習を始められたそうです。それではご紹介していきましょう。フランス語学習の最終目的はネイティブと同じレベルまで到達すること。アンサンブルで受講している講師はエミール先生、ヨアン先生、サラ先生。学習歴は一丁前に長いですが、子育てと家事で思うように進められていないのが現在の課題ですので、こんな私が言うのも大変差し出がましいのですが、同じような立場の方にお役に立てたらと思い書きます。私は日本語がネイティブ並みのフランス人の主人と結婚しまして、3人の子供がおります。日本に住んでいますし、仕事でも一般企業でフランス語はおろか外国語を使うことがありません。家での会話はもちろん日本語で、フランス語を使う機会はアンサンブルのレッスンと年に1回の1ヶ月の夏休みの帰省の時のみです。子供はハーフですし、もしかしていつかフランスに住むことが 1% でもあるかもしれない。義理の両親と1ヶ月も一緒ですので、フランス語が話せるに越したことはありません。毎日
仕事と家事で正直疲れ切っていますが、絶対に週に1回はレッスンを受講するというのをやめないことが大事かなと思っています。実は第2子、第3子妊娠、出産後に1年半ほどアンサンブルを休んだことがあるのですが、講師の方が評価するレベルが正案から米案に下がってしまいました。本当にショックでした。現在は再開して半年になりますが、米案からなかなか上がりません。実際以前のようにどんどん口からフランス語が出てこないことを実感します。レッスン受講していない間、 YouTube でニュース番組などを聞いていて、フランス語レベルは下がっていないと思い込んでいましたが、やはり勉強しないといけませんね。今後は何があっても週に1回は最低必ず受講するを徹底しようと思っています。最近仕事の残業がなくなったので、今は先生に励ましてもらいながら週に2回受講しています。ブランクがあるので日常会話をメインにしていますが、真剣にやらないといけないと思い、今回は春の仏研に挑戦しようと思っています。語学に近道はないなといつも思っています。やはり継続しかない。本当に自分が甘かったです。忙しくても受講頑張ります。役には立たなかった、自分には合わないと思った学習方法は聞き流すだけの教材とのことです。最後にアンサンブルメイトへのメッセージになります。何回も何回も挫折してやめたくなると思いますが、フランス語が話せるようになりたいなら続けるしかないと思います。続けていけばきっといいことがあると思います。頑張りましょう。素晴らしいアドバイスありがとうございます。そして皆さんもぜひ開催中のアンサンブル 100% 活用選手権にご投稿くださいませ。詳細はアンサンブルメイトのためのコミュニティサイト、クラブアンサンブルに記載されておりますので、ぜひそちらをご覧ください。さて本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしています。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆様、また次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。